カッコニュは、カッコニや、魔王などを原料とする、漢方法材の一種。出典は、中国の古典医学書籍である、召喚論、近畿要略。クズの文字を用い、カッコニュと表記する場合もある。カッコニュには、プエラリン、ダイゼイン、パエノフロリン、ケイヒ酸、グリチルリチン、エフェドリン、ギンゲロールが含まれている。主要な活性成分は、エフェドリンおよび、 プソイドエフェドリンとされている。カッコン油の主成分である、カッコン基本包材である、ケイシ油にカッコン、魔王を加えたものである。ケイシ油とカッコン油両方とも発汗作用があるが、その作用効果が異なる。ケイシ油は発汗作用が弱い発汗薬で、これに強い発汗薬である魔王を加え、より発汗作用を強化した発汗薬が、 カッコ根湯である。また、カッコ根には、鎮痛作用があり特に首筋の凝りを取る作用があると、される。なお、巨匠、鑑賞の人は、カッコ根湯ではなく軽子油を用いる。芍薬は、漢方薬の代表的な鎮痛剤の一つ。生姜、体操は、包剤全体の副作用を緩和する目的で、ペアで、多数の包剤に使われる。 肝臓には元来喉の痛みを和らげる作用があるが、配合されている量が少ないことから、あまり効果が期待されておらず、副作用を緩和する目的で加えられたと考えられる。原点には、葛根と魔王を先に煎じ、後から他の気薬を加えてさらに煎じるとされている。この方法は、魔王の主成分であるエフェドリンをより多く抽出することができる。 第15改正の日本薬局法から蒸気構成生薬を乾燥エキス化したカッコン油エキスが集裁された。一つの研究は、クズはオールド2の阻害剤であるため、二日酔いの解消のための気薬としては不適当であるように思われると結論付けている。カッコン油を摂取した15から30分後、飲酒者は交換神経機能の更新を示し、この期間が 風邪症候群の治療における重要な役割を果たしているかもしれない。また、気道感染に対して良い効果を示すという研究例や、マウスにおいて食品アレルギー関連症化管症状を和らげるという研究例がある。カッコンいという言葉は蒸気の通りや V 社という意味合いと、漢方薬というのは数種類の薬剤を調合したものであるから、 必要とあらば一つの処方でも取捨選択次第で何種類ものバリエーションが存在するため、それを使いこなせる知識を持った名医であるという意味合いの二つの側面を持つ。派生物としては次のようなものがある。ありがとうございます。